集しています。 FM ギドワンではユーストリームで映像と音声をホームページからネット配信しています。スマホで聞いてらっしゃる方は無料アプリリスラジまたはツイキャスで、ツイート以外にメールアドは797@fmginowan.com です。コメントお待ちしております。皆さんこんにちは、フラメンコの星美雪です。今日もよろしくお願いします。そして今日の番組、かっこいいですね、素敵な番組サポーターは、はい、皆さんこんにちは、ダンディモリッチですよろしくお願いします。今日はこの2人で、よろしくお願いします。しっとりと、お届けしたいなと思っております。はい、今日はですね、だいぶ暑くなりましたよね。暑くなりましたね。本当に今日あたりはですね、連休真っ只中ということで、皆さんね、きっといろいろなことでところでエンジョイしたりいろいろなことされてると思うんですが、はい、耳を拝借していただけたら嬉しいなと思います。はい、今日は途中でですね、私のお友達の素敵な、お友達の曲も流させていただきます。30分間お付き合いください。ありがとうございます。今日はですね、男性にですね、少し女性のことをもうちょっと知っていただきたいなという気持ちがあってですね、はい、それでですね、女性の習い事と結婚についてちょっとお話ししたいと思います。なんで習い事になっちゃうのかなっていうと、ですね、連日、先週も先々週なんかも告知してるんですけれども、はい、5月13日母の日、私の日、ラブマイセルフ、選ぶスクールフェスティバルがあるんですね。はい、これは、10時から18時まで沖縄空手会館であります。で、5月13日に、ですね、県内外のスクールさんが、ですね、ここに集合して大きなイベントになります。大きなイベントになってきます。ですから ぜひぜひですね、このことをまず告知しておきますね。この日はですね、5月13日母の日、この日は母の日なんですけれども、朝の10時から、18時まで5つの講座を無料で受けられます。すごいですね。そうなんですよ。で、スクールさんはね、たくさんありましてですね、本当に、多種多様に資格が取れるもの、県内外の習い事教室、スクール、セミナーが大集合。これはね、日本全国でも最大級のスクールフェスと言われてるんですね。県内外からもやってくる。そうです、そうです、そうです。そういう意味ではですね、ぜひ足を運ばれて、特に女性は、新しい発見があると思います。そして1日5講座受けられるんです。しかも無料で受けられるんです。すごいですね。でしょ、1つの講座だけでも無料で行こうと思ったら大変だよね。そうですね。これだけあるうちから、まあ、50近い講座の中から5つ選べるんですね。ですから、朝10時に来ていただいて、10時半からレッスンが始まって、5時半までずっとお稽古やスクールの、体験講座とか、そういったことが講座が受けられるいいチャンスなんです。しかも普通だったら、まあ、ちょっとね、3000円とか5000円とかする講座が、最初の、ね、初回講座、体験講座がですね、全部無料になってしまう。無料そうです。ですから金額に換算すると1万5000円ぐらいお安いのかな。お得ですね。そうです、そうです、そうです。しかも選べるっていうのが、選べないんですよ普通はね。言われたら、お友達に誘われたら行かなきゃいけないじゃないですか。だからお友達に誘って一緒に受けるんじゃなくて、お友達同士で誘って行って自分で選んでください、うん、それをおすすめしたいと思います。これが、選ぶフェス。お得ですね。そうです。検索は選ぶフェスで、選ぶフェスで検索してみてくださいね。はい。そしてね、そのお稽古事について、習い事について、そして結婚についてちょっと今日はお話ししたいと思います。はい、女性の気持ちをちょっと知っていただきたいんですけれども、はい、昔習い事って女性がね、結婚して幸せになることを願ったものだったんですよ。なるほど。
系、うん、つまり、どちらかというとお茶とかお花とか、はい、それから、まあ、日舞も近いのかな、でもお茶お花書とかそういったもの、うん、で比較的どちらかというと、はい、ですね、花嫁修行的な感覚ってなかったです、はい、ないですありましたね、ありますよ ね, ねですから女性が、ね、まあ、これちょっと昔のことになるんですが、ついつい10年ぐらいまでは、あの会社の方でもそれを推進していてね、そしてお花の先生を会社に10年前でしょ、企業が呼んだりしてたんですよ。ですから、ですね、その お仕事が終わった後にお稽古をする、お花のお稽古をするって、これ普通のことだったんですよね。そうですね、そうですよね。でもその先生たちは何を皆さんに教えてたかっていうと、もっと昔にさかのぼると、このお嬢さんたちに幸せな結婚をして幸せな人生を送っていただきたいというベースに気持ちだったわけなんですよ、うん、あの決して自分の私腹を肥やそうとか、この教室を維持しなきゃいけないからあなたも仲間になってくださいとか、そういう発想ではなくって、その女性が幸せになることを基本的には願っている先生というのがやはり良い先生だと私は思っているんですね。前もサリバン先生のお話しましたけれども、で昔はそれが明確だったんです。女性が結婚するのが普通だったので。でも時代変わりましたよね。例えば今わざわざ花嫁修行として大学卒業してからそういうの行く人って少ないじゃないですか。もう今は男女共に働くことを考えてますから、まあ、それも必要なんだけれど、そんなことやってられないっていう女性がやっぱり多いんじゃないかなと思いますね。なるほどね。時代とともにお稽古ごとも変わっていくということです。うん、そういうことですね。ですからこれから結論から申しますとね、これからの習い事っていうのは、ですね、まあ、結婚前はやっぱりある程度の所作やそういうものを身につけるためにテーブルマナーだとかそういったものを勉強、お料理とかね、そういうのはいいと思うんですけれども、それ以外もうちょっと打ち込むものに関しては、結婚後も働けるようなそういった資格を取るとか、そういったまあ、結婚後もねそのまま働き続ける方多いと思う、まあ、例えば出産して子育てするときに働き方変わるじゃないですか。その時まで見通してご自身のお稽古を見つけていくというのも一つの手段だとは思いますね。今そういったものも増えてます。ただ根本にあるのはね、私やっぱりご縁だと思います、うんうん、その時の生き方みたいなものがあると思うんですよね。でまずね、その結婚と結びつけた時にどういうことになっていくかってことなんですけれど、私フラメンコを実は20年間内地で教えてたんですね。実はもっと教えてたんですけれども、その時にですね、フラメンコに来る女性たちってどんな女性たち、まだ結婚してらっしゃらない方多かったんですけれども、そういう方たちってどんな方たちいらっしゃったと思います？ダンディ森地さん、男性から見るとやはり、はい、活発で元気でパーンとやるくらいですからやはり意思のはっきりした意思もはっきりした、はい、結構強い女性なのかなって意見思っちゃうんですけど、それが意外とですね、真面目なね、内向的な女性が多かったですね。内向的な、 NHK なんかで教えさせていただいた時もやはりそういう女性が多かったと思います。若い女性に関しては、はい、まあ、年配の方もいらっしゃるので、まあ、カルチャースクールなんか年齢制限がないのでいろんな方が入ってくるんですけれども、内向的で真面目な方が多かった気がしますね。私がそうだったからもしれません。すごく、まあ、気真面目すぎてしまって、まあ、ちょっと男性に声をかけにられないぐらいの感じ、うんうん、私もそうでした、うん、それで、そういった女性がですね、求めているもの、フラメンコに来て求めているものって何だったと思いますか？いや、何でしょうね。ちょっとそんなこと言われても分かんないよ ね、 ちょっと難しいですね。フラメンコ踊りに来たいんだと思うから。そうですね、うん、何でしょう多分ね、これはね、若い人年齢関係なくね、多分おそらくフラメンコっていう、こうちょっとこう、うん、まあスペインの踊りですよね、憧れもあると思うんですけれども、はい、端的に言うと自信だと思います。自信をつけるために、うん、その人なりのですよ、自信をつけられるためにやはりそのお稽古ごとはするというふうに私は認識しています。だから先生はその踊りを教えるだけじゃなくて、その人が次の人生に向かうときに自信をつけさせてあげる
これあの白々しいこと言うと全くダメなんだけれど、あのやっぱり自信を持たせてあげるってことも必要だと思うんですよね。なるほどね、うん、でこれは自分に今言い聞かせてるんですけれども、はい、やっぱり踊りとかを極めてる人って自分に厳しいんですよ。自分に対して厳しいから、そのお客様に対して、まあ、生徒さんに対しても厳しくなってしまうところがあるんですね、はい、そういうところはやっぱり私自身も直していかなきゃいけないところなんですよね。褒め上手になっていかなければいけない。本当にできた時はあ、よくできたねっていうふうに一緒に喜んであげる必要性があるし、まあ、先生のキャラクターもいろいろあると思います。ですからそういった意味でまず、皆さんは無意識のうちに自信っていうものを持つためにあの稽古ごとされてるというふうに私は思っています。その人なりのですよ、うん、資格を取るにしても何にしても。なるほどね、うん、それが結婚に結びついていくということだと思いますね。キーワードは自信をつけるため、より自分を磨いて自信をつけるためにいらっしゃるのではないかなと私は思います。はい、それではですね、ちょっとこれから曲に行きたいと思います。ロシアの女性でお友達にあのなったんですけれども、エカテリーナさんという方がいるんですね。とても素敵な女性です。憧れている、尊敬している女性なんですが、その方の、歌で、黒い瞳です。どうぞお聴きくださいませ。住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。星美幸、メンズ革命。日本の男性を世界一魅力的に、女性を幸せに。星美幸メンズ革命、水曜朝11時半から。せーの、よろしくね。お
かげさまで9年目を迎えました。沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、5月5日土曜コザミュージックタウン音市場に沖縄全域から独身男女200人が大集合します。参加費は前売り男性3500円、女性2000円。詳しくはマジックラブで検索。先ほどはね、地震という話をしてたんで、地震って揺れる地震じゃないですよ。自分に自信を持つということですよね。で、大体ね、結婚適齢期っていうのは22歳から、28ぐらいが一番女性は、人気がある時代って言われてるんですね。でもちょっと男性の皆さん、女性の人生を考えてみてください。女性はですね、大学にもし行ったとしたら22歳にの段階で卒業するわけなんです。そして会社に入りますよね。そうすると女性がもし男性を選ぶとしたら、男性、高校時代までの大学時代までの友達と、それから、ですね、会社に入ってからの人しかもう選択肢がないわけなんですよね。で、私なんか女子大ですから全くないんですよね。じゃあそういう時どうしたらいいか、外の世界に求めるって言ってもよくわからないから怖いじゃないですか。そうした時にやっぱりお稽古事をして、先輩たちの人生の先輩の人たちの生き方から、ちょっとヒントをもらっていくっていう女性もいる、堅実な女性もいると思うんですよね。そういう意味で、女性が置かれている立場っていうのは結構人にもよると思いますし、まあ、沖縄と内地との差もあると思うんですけれども、結構その22から28まで男性たちが、まあ、こう理想だなと思っているような女性の層は、実はもう仕事とかそういうことに追われていて、意外と余裕がなくって、気がついたら、30代を過ぎていたっていう女性がとても真面目な人ほど多いってことを、ちょっと男性たちには認識してほしいなと思いますよね。不器用なんだろうって言われたらそれまでですけどね、どうでしょうね、男性側からすると。そうですね、確かにそうかもしれないですね。でね、やっぱり私たちの時代ですよ、これは。私たちの時代は女性から例えばデートに申し込むとか、それから、女性の方からプロポーズをするっていうことは、あまりうちの母からなんか、まあ、よろしくないと言われて教育を受けてきたんですね。まあ、今の若い方は自分からプロポーズ、どんどん男性をねゲットしてプロポーズしていくんでしょうけれども、まだまだそうじゃない奥手の女性っていると思うんですよね。ですから男性の方が、その男性が女性と結婚したいと思う時ってどんな時ですか、ダンディ・モリッツさん。そうですね、したいなと思う時ね、はい、それが、まあ、例えば、まあ、その前に何かイベントがある時とか、ね、イベントがあった時一人だったりすると寂しいみたいな。寂しいですね、やっぱり、クリスマス、あるいは例えばね、夏のお休みとかね。あ、そういう時に女性は一緒に行っちゃうんですよね、女性同士で行っちゃう、男性は男性同士で行かないもんね。男性同士よりは鬱陶しいから、やっぱりね、彼女と行きたいなとかね。そういう時にそっちの方が何倍も。ああ、じゃあ女性からどうも話聞いてると、じゃあこう聞きましょうか。じゃあ一緒にデートしました、森内さんが誘ってね、そしてデートしました、はい、で3回ぐらいデートしました、結婚したいなと思ってプロポーズできますか。意外とのんびりしてて男性、はい、そうね、そのままお友達で平気でボケっとしてるのが多いかもしれないですね、男性ね。女性の方が、そういう時は女性の方からじゃあアプローチしたらどうでしょうか。あ、それの方が結構ピンとくるかもしれない。意外と男性ね、頭のネジが緩いから、ボケっとしてるところがあるんですね。知りませんでした、私この年まであんまり緩いということ。そういうことに関してはね、お仕事ができる方はそうかもしれないですね。女性の方はおそらくね、結婚には敏感な、男性よりは敏感なんじゃないかなと。そうですね、そうですね、男性もそれぞれだと思うんですよ、ダンディ・モリッツさんみたいに優しい方ばかりではなくて、女性をね、中にはすぐにでも結婚したいぞっていう人も、まあ、そういう方もいるし、まあ、いろんな人と遊んだりする人もいると思います。でも一般的にはのんびりしてる方が、そうですね、のんびりしてると思いますね。そうですね。でも女性はさっき言ったように、男性から側から見て22歳から28歳にときめくように男性はできてるんですよ、となるとですよ、女性は時間1年1年がもう要はすごく
次元爆弾抱えている状態じゃないですか。現実的なことを申し上げると、そうするとですね、もう22から焦っていかないといけない。そうすると男性がいつまでも踏ん切りが効かない男性ならば、女性からアプローチして、で女性側からですね、まあ、アプローチして、そしてダメだったら次っていう風に女性の方が切り替えていかないと、現実的には結婚できないことになります。これ内地の場合ね、まあ、つっついたりスイッチなんかね入れないと。そうです、そうです、そうです。男性入らない場合も沖縄は違うんだろうけどね。沖縄は周りの人が助けてくれるのかな。沖縄は私すごくいいと思いますよ。早く結婚できて、その後のことは分からないけど、だからそういう意味でね、女性の方がしっかりしなきゃいけないっていう時代が今来てますよね。まあ、これはもともと昔からそうだったのかもしれないんですけれども、うちの母の教育が私に間違ってたのかもしれませんね。でも女性からそのスイッチを入れるっていう入れ方は、私はそれなりに今勉強しているので、かなりできると思います。それでですね、はい、男性っていうのはやっぱりね、なんかね、それをスイッチ入れるとき難しいのは、こう、この人重いなと思わせると嫌とか、よく本に書いてあるじゃないですか。結局ね、断り方が下手なんですよ。例えばね、男性がね、デート3回しました。でもこの人と生涯問い添い解ける人じゃないなと思ったときに、男性はですね、自分の人生をきちっと立ててないんですよね、設計を。だから人生設計をかけ立ててないところに好みだけで女性入られても重いだけじゃないですか。でも自分の人生設計をきちっと立てていて、その時サポートしてくれる女性がもし欲しいとはっきりしていたら、そうじゃない時にはこういうふうに断れますよね。例えば、僕はこういうふうになりたいんだけど、君はこうなりたいんだよね、僕と君とはちょっと進む道が違うから、君のことはとても好きだから今後もお友達でいようとか、そういうふうに論理立ててきちっと女性に着地させてあげることなんですよね。なるほど。言葉が通じないほどアホな女性でない限り、それをきちっと言わないで重いなとか、なんか気分悪いなっていうレベルで男性は断ると、女性は何が何だかよく分かんない。理由をきちっと言ってあげること。そうだね、男性もね、だって断っていいんですよ。そこをしっかりしなきゃね。断っていいんですよ、だって分かんないもん、うん、3回会ってみて、あ、この人ちょっとマナーがなってないし僕のタイプじゃないなと思ったら、うん、男性は女性断っていいんですよ。その断り方がいまいちこう女性の負に落ちない断り方をしちゃうんじゃないのかな。女性のペースにそこまで巻き込まれる必要はないと思いますよね。そこはスマートに、まあ、そうです、男性ね、うん、ことを運ばないと。そうです、そうじゃないと女性の方がずるずるとやっぱり重い感じになって感じると思いますね。それもメンズ革命ね。そうなんですね、そういうこともお伝えしていきたいなと思います。わかりました。はい、あとちなみにですね、フラメンコ教室やってたんですけど、成婚率 90% でした。はい、それもお伝えして、ね、聞いたことあります、はい、の教室の生徒さんみんな、そうです、女性ばかりです。気がつくと結婚されて、 そ、まあ、それをねレッスンの中で言っちゃうからね。いや、でもいいことですね、すごいことで。そうですね、やっぱり一番お嬢さんたちを、うん、ね、見てるとそういうこと、それが結婚が幸せとは思わない、全てではないですけれども、まあ、その人に合った、でも成婚率高い教室でしたね。はい、そうです、そうです。それぐらいしか自慢するものない。すごいです。ありがとうございます。女性にとって、はい、じゃあ星見ゆき、愛のメッセージ参ります。女性にとって結婚は一生決める大切なものなんですね。男性もそうです。でも男性の意識の方がかなり薄い気がします。まずご自身のまだ未婚の方は人生設計をきちっと立てる、そして自分が好む女性にはしっかりアタックしてください。そして違うなと思ったら、アタックして違うなと思ったらきちっと断る術を持ってくださいね。このね、ナーバスなこと、それから断る時にその男性の技量が出てくると思います。まあ、沖縄の男性は上手に断られると思いますけれども、そこをうまくはっきりと言ってあげることで女性は安心すると思いますね。そういうところぜひいろいろ学んでいただけたらなと思います。まずいろいろ全身あるのみで頑張ってください。応援しています。星見ゆきマリア、愛のメッセージでした。はい、そんなわけで女性の結婚も男女の結婚を応援するということで、お稽古事は、はい、絶対その妨げになってはいけなくて、自信をつけさせてつけるものというふうに認識しています。はい、ね、今後もね、明
るく前向きにいきたいですね。そうですね、はいはい、結婚についてのテーマは深いのでね、こんな単純なものではないんですけれども、まず最初に結婚するときという話でした。そうですね、いろいろありますから、はい、まだこれからもね、そうですね、聞かせていただきたいなと思います、ね、私でよければまたあのダンディ森さんもいろいろ聞かせてくださいね。はい、はい、この世界ね、何を言っていいかよくわからないことになるんですけれどもね。そうですね、あのやっぱり私もいろいろこうね、母の教えとがうまくいかないのでいろいろ苦労しました。それではまた、はい、それではまた皆さん、はい。